皆さんこんにちは、雨の日のお約束といえばですね、そう、古いカタログを見ながら、私のお話に付き合わされてしまうという恐ろしいコーナーでございます。今回は我らが鈴木さんね、そう、後ろ姿に磨きをかけた、わかる、あ、素晴らしい、そう、ハイマウントストップランプがついている、アドレスチューン、ね、アドレスチューン、後ろ姿見てくださいよ、ほら、かっけー。で、鈴木さんのカタログはですね、何年とか特に書いてないんですけど、聞くところによると、アドレスチューンが出たのは1988年、それからだいたい92年とか、それぐらいなんですか。ちょっと私もね、詳しいことはよくわからないですね。でね、1988年、ね、何歳でしたか皆さん。まだいい時代でしたよね。これからね、いろんなことが起きる。なんかまだバブル。バブル。ね。もうすぐバブル終焉なんですけど、もう今、どんどん土地が、ね、上がっていくって。買えばね、次の日には高く売れちゃうっていうわけわかんない時代。そういう時代があったらしいですよ。そんなの続くわけないでしょ。旧車バブルですか、今は。なんだね、いつか弾けますって。ダメダメって思う。バイクの場合はね、そんなに持ってても負担にならないですからいいですけどね。はい、アドレスチューン、より鮮やかに存在感をアピールして新登場。だからこれもう少し新しいのかなね。88年よりもっと新しい、うん、バージョンなんですかね。うん、はい、まあ、最初はもしかしてハイマウントストラップついてなかったんですか。私全然バイク興味なかったから全然知らないんですよ。ね、感動しますね。感心します。後ろ姿に磨きをかけた新生アドレスチューン、パワフルなエンジン、チャンバータイプマフラー、油圧式フロントディスクブレーキ、すげえ、スタイリッシュなアンダーカウル&リアスポイラー、なんかすごいですね。なんかね、もうね、アンダーカウルとかリアスポイラーついてんってまあね、スクーターだからね、うん、走りの興奮を呼び覚ます全身ハイパーチューン、走り去る後ろ姿が印象的だ、アドレスチューン、アドレスをチューンしたんですよね。アドレスチューン、メーカーがチューンした場合ってどうなんですか皆さんね。メーカーカスタムってどうなのかなって思う時があるんですよ。いやー、ちょっと違うんだよね。よく メーカーで出すのあるじゃないですか、アメリカンとかね、ハーレーみたいなのいいのかもしれないですけど、ホンダさんが昔やらかしてあ、なんて言うんですか、 CTX1300 って言いましたっけ、こうなんかちょっとチョッパーみたいな感じで、エンジンのここスカスカなの、フレームがね、すんごいかっこいいですよね。でも売れなかった。何ですかね、外したの。わかんない。他の国では売れたんですかね。バックビューでその存在をアピール。リアスポイラー一体式ハイマウントストップランプ。見てください、ほら。この、後ろ姿ですよ。後ろ姿。すごいな。アドレスチューンのバックビューを静観に引き締めるリアスポイラーに、一体式のハイマウントストップランプを組み込みました。後方からの非視認性に優れ、その存在を強烈にアピール。後ろ姿にかつてない鮮やかな印象を宿します。なんだあれ、アドレスチューンか、あれがアドレスチューンか、ね、スクータープラスアルファの快適パーソナルスペース、何があるんですかね。シートの下には XL サイズのフルフェイスヘルメットがすっぽり入るパーソナルスペースを装備。なんだって、すっぽり入る。しかも、なんか内側が赤いの。かっけえ、黒に赤だってすごいですね、これ。やばいっすよね。そういえば昔のメットインって、内側になんかこう、なんていうんですか、肝っていうんですかね。なんていうか、ね、ちょっと毛みたいな。だそういう感じでしたよね。今のってもう樹脂そのままじゃないですか。あれどうしちゃったんですかね、今ですね。で、今のスクーターで XL サイズのフルフェイスヘルメットなんて入らないですよね。入るやつって少ないですよね。125cc クラスでね。あ、いつかそんななっちゃったんですかね。入らないですよね。入らないんだよな。あとなんだ、樹脂むき出しなんですかね、今のはね。どうなんだ、メットが傷つくじゃないか。ね。パワフルに超えていく走り。最高出力7馬力。すげえ !50cc の、ね、最終的に実質規制値は 7.2 馬力でしたっけ、ね。7馬力ですよ。すごくないですか、今の50って何馬力だっけ ?3. 何馬力とかでしょ、何やってんですかね。
街をパワフルに駆け抜けていく走りです。アドレスチューンには走りを極めた最高出力7馬力のハイパワーエンジンを搭載。そしてこのエンジンパワーをフルに引き出すために排気系にはチャンバータイプマフラーを。かっこいいの。ちょっと見づらい、こっちの方がいいです。チャンバータイプマフラーやばいっすよ ね。なんかこうカスタム車外マフラーついてんじゃないの。鈴木さんやってくれます、ね、いいっすよね。駆動系には V ベルト無段変速方式を採用。普通じゃなかったんだ当時。無段変速ってどうだったんですか。珍しかったんですかね。え、わかんない、バイク興味なかったから。鋭いスタートダッシュ、スムーズでダイナミックな加速を実現しました。いいですね。鍛え抜かれたフットワーク、充実の足回り。どんな足回りついてるんですかね。高出力エンジンのポテンシャルに対応して足回りも一段と磨きをかけています。フロントにはボトムリンク式フロントサスペンションを採用し、走行安定性を向上。ボトムリンク式サスペンションじゃないときは何、どんなのついてたんですか。これアドレスのね、アドレス V100 とかもこれですよね。125もそうでしたっけ。あ、違う、 V125 はもうそういうこういうんじゃない。 V100 まではこういうのでしたよね。台径 162mm のフロントディスクブレーキにより制動力を強化、ね、素晴らしい、ね、前後とも路面をつかむように走る本格派のチューブレスタイプ扁平タイヤを装着。鍛え抜かれた充実のフットワークを誇ります。素晴らしい。走るための進化系スポーティーフォルト、スポーティーフォルト、スポーティーフォルト ね、アドレスですよやっぱりね。このなんとなくペラ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 感違います、違うのかな。走りへの意志を全身にみなぎらせたスポーティーなスタイリング、走りの気分を高めるアンダーカウル&リアスポイラー。ほら、これがアンダーカウル、これアンダーカウルって言うんですか。これみんなついてるんですか、スクーターってね。そういえば昔ついてなかった、あ、原付ってついてないわ、トゥデイとかついてないわ、アンダーカウルなんてないですよ、ね、あ、そっか、125は普通についてるからなんか当たり前のように私は勝手な錯覚をしていましたが、ついていないね、アンダーカウル。そしてリアスポイラー、うーん、でも原付はリアスポイラーよりもリアキャリアがいいかな、箱つけたいね。まあそういうのよくないことです。メタリックな メタリックな魅力のサチライトメッキ&グリップエンドキャップ、サチライトメッキグリップエンドキャップ、そういう風に言うんだ、これ知らなかった、初めて聞いたかな。わからない、わからない。へえ。そして新たにフロントウィンカーに透明レンズ、あー、シート表皮に質感あふれるマット調素材を採用。カラーリングも鮮烈な印象のスペースブラックにグリーンパープルレッドのアクセントをそれぞれ加えた3バリエーションとシックなブレードシルバーメタリックの4色を新設定しました。より快適な走りの条件、細部まで充実の装備、装備を歌ってますね、やっぱりね、やっぱりスクーターですから。抜群の光量を持つスタイリッシュな 30W ハロゲン異形ヘッドライト、電動式フューエルメーター内蔵、すげえ電動式だって。で、なんかすごいぞ。視認性に優れる大型メーターパネル、操作性抜群のプッシュキャンセル式ウィンカースイッチ、始動方式はセルキック併用、セルスタート時に安心なセーフティースタート機能、ブレーキ握らないとかからないとか、そういう感じですかね。押したら勝手にかかっちゃうの怖いそうな、うん、今となってはね、うん、メーターかっこいい、赤い文字盤でね、これね、昔のなんか80年代とか90年、ホンダさんとかもこういうのよく使ってましたよね。80鉛筆メーターとかこんな感じの、あの赤い文字盤の多かったですよね、うん、いやー、だってサスペンション赤いんですよ、黒いボディにサスペンション赤いんですよ、かっこよくないですか。この後ろ姿エロくないですかって誰かって言うと、これ今売ってたら ね、元気してるんですか ね。メーカー希望小売価格159,000円、結構しましたね当時としてはね。当時こんなしたんですか。トゥデイって9万いくらって、ね、このこれよりも後に出てるけどね、すっごい、どうなんですかね。ちょっと待ってください、電話、もしもし、もしもーし。はいはい。あ、そういうパターンですね。わかりました。はい。とんでもないです。失礼します。はーい。はーい。
間違いでよくあるんですよ。あのスマートフォンとかだとね、なんかポケットに入れといたらなんかやっちゃったとか、あとありますよね。そうで全然聞こえない、なんか一生懸命こっちはね、もしもーしもしもーしって言うんだけど、なんか雑音みたいなのが聞こえるだけでね。アドレスチューンオプショナルパーツ、メッシュフロントバスケット、メッシュフロントバスケット、ね、ウィンドシール6000円、バスケット3200円、そしてレッグポケット、ポケットつけられるね、レッグポケット1900円。あ、これフルオプション、純正フルオプションついてたら泣いちゃうな。いやー、これ今あったらやばいっしょ。新車みたいなのどっかにあったらもうちょっとまずいですね、これね。ハイマウントストップランプはたまらないな。後ろ姿に磨きをかけちゃった、バックビューにインパクト、ハイマウントストップランプ採用、アドレスチューン、いいですね。1988年から97年ですけど、ハイマウントストップランプがついたのはじゃあちょっと後なんですかね、そういうことですよね、うん、でもね、88年私は調べましたね、そうすると話のにか広がりがあっていいんじゃないかね。そう、あのシーマが出たんです。セドリックシーマとグロリアシーマが、シーマ現象ですよ。すごかったですよね。で今日スマホでね、そのシーマ現象っていうのが起きるぐらいの名前が、そんな言葉ができるぐらい売れた、はい、そういう3リッターとかね、そういう大きな車が売れた、クラウンを初めてぶち破った。そう。どうだよ、つってね。クラウン？ダサくて乗ってらんねえよ。今シーマだろっていう。ちょっと悪い感じがするんですよ、シーマはね。そこがいいんですよ。そこが日産なんですよ。あれ？鈴木なのに、ね、うん。そういうのが出たってね。うん。で、今はね、今のシーマは月に11台ぐらいしか売れない。やばいっすよね。大丈夫っすか？いや、11台でも売れてりゃいい、あんなの売れて、あんなの高級車売れてりゃいいですけどね。ね。だってキムコの AK なんか11台売れないもんね、月ね。年間11台売れたらいい。買ってくださいよ、 AK550 いいと思いますよね。そう、それとかね、うん、まあいろんなのがあるんですけど、あとね、お元気ですかみたいな、クーネラソね、クーネラソ、あれも1988年なんですってね。あれ3兄弟でね、 R32 スカイラインと、ローレル、そして、ね、セフィーロ。いいですよね、三兄弟ね。あれ、あの三兄弟すごいですよ。どれもいい。いや、どれもいい、どれが一番、やっぱり、まあ、マニュアルって、ターボでマニュアルってことを考えたら、やっぱり三人がいいですけど、メダリストクラブ S とか。あれをマニュアルにする。ピラーレスハードトップ。あ、すごい。ね、まあいろんなのがあったみたいですよ。うん。あとなんかね、いろんな事件があったとかね。うん。で、あと、あれですよ。あなたトトロねみたいな。やったみたいですよ。すごいですね。そう。でね、あと、年間ベスト10、トップ。ペーペーペレペレレ。ね、あれですよ。そう。悩み。ね。そう。でちょっと見た動画を、キレッキレですね、かっこいい、ね、かっこいいですよね。どうしてね、でも今まずね復活して出てきてますから、頑張っていただきたい、おかげでございます、ね、はい。さあ、そんなね、いろんなことがあったみたいですよ。1988はね、うん、土地の価格がどんどん上がるっていう、それが都心部だけじゃなくて地方にもこう波及して、都心部高すぎるから、すごいですね。そういう時代があったみたいですね。いい時代があったんですね。そういう時代に鈴木さんが販売していた、後ろ姿に磨きをかけたんですよ、だから、ね、そう、もう前回りだけじゃ収まらないから、後ろも、ね、アドレスチューン。でもね、これはアドレスチューンなんですよ。そう、アドレスチューンの次があるんです。あるんです。カタログもあるんです、ね、もしお付き合いいただける方がいらっしゃったらですね、またよろしくお願いをいたします。アドレスチューンでございました。後ろ姿に磨きをかけた。